はい、ということで札県王決定戦ファイナルということで拍手。いやいよいよファイナルまで、勝ち進んでまいりまして、3人が予想会を開くという、本来ですと長崎の発祥地大村で開催するんでございますけれども、このご時世、いろんなことがございまして、今日はなんと日刊スポーツ大阪本社で、撮っているというね、勝ち抜いた3人の最後の本気の予想、年間チャンピオンを決めるという本気の戦いでございます。皆さんよろしゅうございますか。宇市さんやら首都江戸さんやらいろいろとやってますけれども、船剣王決定戦はいつでも本気です。まずはメンバーをご紹介したいと思います。佐藤哲三先生でございます。拍手。よろしくお願いします。先生よろしくお願いいたします。実は先生はですね、繰り上がりということでございますけれども、我々はもう実力はもちろん金がね、毎回見ていて先生の予想には感服いたしております。いや本当に素晴らしい予想で、セカンドシーズン第1位という冠を引っ提げての今回のファイナルということでございますけれども、ちょっとだけね、先生大変だったでしょ。そうですね、我々ここだけ言いますけれども、10時以降から予想をしてね、いつもの予想だけじゃなくて、みんなどういう風な予想するのかなとか考えながら、こっちの方がいいかなとか考えて、そうですよね、そうですよね、はい、いやもう本当にもう今日はスペシャルですから全部言いますけれども、哲三先生と私春風亭一三が会ったのは今日初めてなんです。初めてです。いかにも10人やってたぞみたいに撮ってましたが、初めてなんですよね。初めてですよね。初めまして、よろしくお願いします。もういろいろとレースはもう感服しておりますけども、本当にね、続きましては第2位です。繰り上がりがございますんで、現段階でいうと第1位スーパー素人ミキ・リオナさんの登場です。いやミキさん、はい、いいでしょうこの雑風系な会議室が、はい、まさかこんなことになるとは。そうですね。ねえ、はい、まあもうしょうがないですよ。もう笑いとね、雰囲気でコロナを吹っ飛ばそうということでございますけれども、はい、ね、本来だったらミキさんずっともうファーストシーズンの最初から大村を目指してたのはあなただけとですよねえ、それがこんなことになってしまいましたけれども、はい、ここから全力で予想というね、もう、はい、素晴らしいですよ。僕はもうミキさんの動画に癒されてました。いやいや、お客様も全員癒されたんじゃないですかどうでしたボートレースは。9ヶ月前はもうここにこの場にいることすら考えられなかったんですけど、ほうほう、回を重ねるごとに少しずつちょっと楽しみ方が分かってきて、なるほどっていう感じだったんですけど、どうですか、やっぱぶっちゃけ結構面白いでしょ。そうですね、当たると面白いです。なるほど。特にね、大村さんは陰が強いという、はい、また美希さんはねデータ重視ってところありましたからね、はい、そうです、そう、データに素直に買ってりゃみんな当たるって思い知ったかというようなね、はい、もうそんな感じのファーストシーズンぶっちぎり美希さんといえば、もう一つね、はい、毎度動画で楽しみに見ておりました、はい、ダンスがねキレッキレでしょね、はい、もう本当に僕も痩せて踊りたいぐらいね、ぜひ、もうすごいあのダンスをね、ちょっとね、本当だったらボートレース大村の本場で、はい、ちゃんとしたステージで見せたかったところなんですが、うん、はい、まあこういうことですから、まあところがもうこういうところからもう元気を与えていこうということで、はい、もうミキさんいいですか。いや、ミキさん、はい、もう一瞬今も会議室じゃなくなりました
もう正直今もうどこかのスタジアムかと思いました。いや本当にキレッキレなね、もう皆さん楽しみにしてたこの踊りが始まりまして、はい、ミキさんにはまさかのこのまんまのなりで、はいはい、そのまんま着席していただいて準優動画でございます。ミキさんどうですか、こういう準優の映像っていうのは。そうですね、私はもう固くなるほどしてしまうので、1,2は来るんじゃないかなと思います。なるほど、何せ先生、はい、大村ですから ね。さあ大村の準優の9レーススタート10秒前です。あこれちょっと山口選手 ね、もうこの時点で行ってますもんね。あ行ってますよね。あららら、ら完全に食らって4を受け止めんだ。綺麗に受けきっちりですね、向こうスから。あのインの選手、はいはい、スタート遅れに見えるんですけど、うんうん、多分山口選手がめちゃめちゃ出てるんです。なるほどなるほど。いやーしかしながらボートレース誕生祭一つ目の準優9レース大荒れの2,5,4の決着です。10レース、あーねえ吉田各選手がちょっと遅れて、これいっちゃうでしょ、これ食らうでしょ、ほらね、あら、いや綺麗なまくり、もう大村じゃなくて玉川ですよ、ね、今の1マーク玉川の1マークでしょね、4がまくって5が指す的な、はいすね、さあ10レースも荒れる展開で4,5,2でございますか。11レースです、10秒前です。さあもう今回の順位はね、もう枠なりの進入ですが、綺麗にスタート切って3と5、6が良さそうに見えますが、ああもうもろともしない1マーク、ここも前、ね、ちょっとみたいな、これは流さなきゃダメなやつ、外かってな、流せと。これはまたね、結果見るとより流した方が美味しいというような決まりなんですよね。それでは我らが日刊スポーツの大先生佐藤哲郎先生からお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ優勝戦のメンバーでいうと、まあ、準優勝戦の今の VTR も見た感じ、まあ、平本選手と山口選手はまあ双璧というか、エンジンもテクニックもしっかり持ってるんで、この1-2になるか2-1になるかっていうところだと思うんですけど、準優勝戦の日は、まあ風もちょっと強かったし雨も降ってたので、外からの出番もたくさんあったんですけど、明日の天気はなんか山口選手も、インタビューで明日は晴れるみたいだからって言ってたんで、まあ、そうなるとやっぱり1号艇の平本選手のスタートがずっと一定心決まってるんで、ここ崩すのはなかなか厳しいんじゃないかなと思って、まあ、そうなると2着には2頭には山口選手が来やすいと思うんで、この1-2からあとどれを買うかっていうのを考えてみたいと思います。でまあ3号艇の藤山選手は準優、角から0-2のスタートで気持ちいいスタートで勝ったんですけど、明日3号艇で3コースから明日も0-2でいけるかってなったら、今日の0-2がいった分ちょっとスタート行ききれないんじゃないかなと思って、その行ききれない藤山選手が1番と2番の壁を越えようと思ったら、その外の篠崎選手と岡崎選手の3着ゼリーの差し勝負になると見て、買い目の方は1-2から4-27,000円で、1-2-5の方に3,000円で、2-1とか折り返したいんですけど、まあ僕も補欠のからの繰り上がりでもう一回チャンスがあって優勝勝ち取るにはこれぐらいの買い方しないとダメかなと思って、まあ絞ってここで買ってみようと思います。いつもの僕の船券のスタイルで外れスタイルを分かってる人は多分1-2-3買ったりするんじゃないかなと、6とか買うんじゃないかなと思うんですけど、
僕はこれで勝負したいと思います。それでは美希先生よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。で、私はもう先に予想の方からいきたいと思います。はい、ということで今回は内枠に結構絞ってるんですけど、私が勝ってきて当たってきたのはだいたい1号艇が1着の時で、硬いレース結果になった時に当ててきたなという感じなので、ちょっと1回でこの勝負は弱いかなと思うんですけど、しっかり当てに行くということで、前日のレースで、4号艇の篠崎選手と6号艇の中島選手が5号艇の時に2着だったということで、この2人が好調ではないかなと思ったので、今回はこれで勝負をしていきたいと思います。ではおしまいは私め春風亭一蔵の本節の予想でございます。初日からね、6日間見てまいりまして、もうほとんどのことをね、鉄道先生と美希さんがおっしゃっていただいたように、1号艇2号艇の山口選手、そして平本選手、もうね、もう初日からもう2人のもうね、節一というような感じで進んできて、もう効果不効果1号艇2号艇に並びました。ですから明日は穴はありません。一本の予想でいきたいと思います。私の最後の天下取りはこちらでございます。1日3で1万円というね、なぜで1日3にしたかというとですね、最初ですね、もう最後だから言いますけど、125一本だったんです。ところがですね、鉄道先生が125を買ってらしたんで、鉄道先生とさっきからずっと喋っていた結果、僕が買わない紐が必ず来るんだよねとおっしゃってたんで、おそらく正解はこっちだと思います。そしてミキさんのイジリスさんも入っている、ミキさんは必ずこういう決めるときは決める女です。それを踏まえてこれで決まりなんです。どうもありがとうございました。一蔵さん、はい、最後に謎かけやってください。聞いてないよそんなやめてくれ。ミキさんに頼まれてはもう皆さん楽しみにしてない人がほとんどだと思いますけれども、もうこれで26回目のラストの謎かけでございます。今日の優勝戦とかけまして、明日の社会って何時間目と解きます。その心は逃げんじゃね、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 これで決まります。さすがですありがとうございますこれで決まります。はい、ということで船券王決定戦ファイナルの予想会もいよいよエンディングでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか先生。やっぱり3人でこう予想するとまた楽しいなっていうのが、まあ、改めてなんかやっぱ違いますよね。そうですね、はい、なんか初めて一人でやってるのもね、やっぱり違いますよね。顔合わせたんですけど、やっぱり3人のが盛り上がるっていうかね、はい、そんな感じしますよね、はい。今日はねワンちゃんがお休みということで、そうですね、はい、ぜひとも連れてきていただきたかったんですけど、多分うるさくて、はい、本当多分仕事にならないと思うんで。なるほどなるほど、まあ、いつかね、どこかで、はい、もうぜひぜひぜひもうよろしくお願いします、はい、本当に。でミキさんすいません、はい、終始我々が喋ってしまって申し訳ないですけど、はい、どうですかボートレース。そうですね、準優勝戦を見てる時の会話がすごく勉強になりました。あ、そうっすか はい、結構ほらやっぱり20何節買って、はい、なんかありますか、また行ってみたいなとか見てみたいなとか。そうですね、やっぱりずっと長崎に行きたいって言ってたので。あ、そっか、それね、なんか冒頭で伺いましたけれども、まあ、今回はねもう、まあ、これはもう致し方ない事態ですけれどもね、はい、本来ならばこの決定戦は最後はご褒美で3人で上位3名で、本場予想会というのがあったんですけど、いつかはね、はい、やっぱり行きたいですよね、はい、ミキさん俺たち3人で行けるかな、はい、行きましょう行きましょう。どこに？大村ボート。
みんなで大村元に行きましょう。